ケンタッキー大学は、ケンタッキー州歴シントンに本部を置く、アメリカ合衆国の州立大学である。1865年に設置された。現在、同州内の大学で、学生数が最大のであり、また、US ニュースワールドレポート誌によれば、同州最高の学術研究機関でもある。故障としては、同州内外において、UK と呼ばれることが多い。 716エーカーを超える規模のキャンパスに15の図書館が存在する。その中でも1998年に完成したウィリアム・ティヤング図書館は寄贈増書数が全米の公立大学の中で最大で大学の新たな象徴的建造物となった。この図書館はケンタッキー州の公立図書館とアメリカ合衆国の公文書館も兼ねている。1865年に ジョン B ・ボーマンによって、ケンタッキー農工大学として設立された。ケントランシルバニア大学との分離などを経て1880年に、教学化され、総合大学化を経た1916年に、現在の名称である、ケンタッキー大学と改称された。また、1949年に、アフリカ系アメリカ人が訴訟によって、修士課程への入学を認められたのを機に、 人種統合されている。総長、学長は、リーティー・トッド博士。寄付金は8億3180万ドルであったが、大学発表によると、本年10億ドルを突破している。在籍学生数は27,209人。そのうち、学士課程は19,292人で、修士、博士、専門家庭に7,090人が在籍している。また、 全世界の93の国と地域に217,856万 7, 人の卒業生を送り出している。教職員、従業員数は現在13,500人を超える。ケンタッキー大学のスポーツチームはワイルドキャッツと呼ばれ、様々な分野において全米有数の実力を誇る。ほとんどのチームはサウスイースタンカンファレンスに所属している。 中でも特に有名なのが男子バスケットボールチームであり、勝利数の1966勝は全米大学体育協会のディビジョン1において全米第1位である。また1948年、1949年、1951年、1958年、1978年、1996年、1998年、2012年の 合計8度全米制覇を成し遂げており、こちらは UCLA に次ぐ第2位、NBA へと排出した選手も多い。かつては毎年のように優勝候補に挙げられていたが、最後の全米制覇以来、ファイナル4からも遠ざかっていた。剣道従来を起し2007年から2008年シーズンからヘッドコーチに新進気鋭のビリー・ギリスピーを迎えた。ちなみに、 所属の SEC はアメフトの大学最強リーグとして名高く、同リーグ所属の12校を10校のアメフト大学と1校のバスケ大学に1校のツトム学校と揶揄する言葉もある。このうちバスケ校がケンタッキー大学のことであり、ツトム学校はテネシー州にある私立の名門、バンダービルト大学を指している。男子バスケットボール以上に全米で結出しているのが実は チアリーディングチームである。1995年から2002年までの8連覇を含め2009年までに全米制覇17回を誇るチアリーディングの名門中の名門校で全米各地からその一員となるべく応募が殺到し、選抜も非常に厳しく狭き門となっている。また OBOG が世界一の技を持つとして来日してテレビ番組に出演したこともある。 ありがとうございます。